慶応義塾高等学校、慶応義塾高等学校、慶応義塾高等学校、英語名、慶応シニアハイスクールは、神奈川県横浜市港北区広市4丁目に所在し、慶応義塾が設置、運営する、小中高大一貫教育を提供する、私立高等学校。略称は、内外で、塾校、慶王日吉校など、高校野球などでは、原則として、 新時代を用いることになっているため、公明表記は、慶応である。慶応義塾普通部、慶応義塾中等部からそれぞれ大半の男子の内部進学者と外部の中学校から入試を経て入学する外部進学者から構成される。内部進学者数は年ごとに多少変動があるが、2017年時点で、1学年の人数は約720人、全校生徒は、 約2200人であり、マンモス校とみなされることがある。内部進学者と外部進学者との間では、高等学校第一学年から混合して、クラスを編成する。1898年に設立された、旧制、慶応義塾普通学科、後に普通部に、改唱、5年生が、戦後の学生改革で、中学校の慶応義塾普通部、 慶応義塾第一高等学校、慶応義塾第二高等学校となり、1949年、昭和24年、慶応義塾高等学校となり発足。使用されている校舎はもともと旧正大学余科の校舎で、1934年、昭和9年に竣工。発足直前までは GHQ により接収されていたという経緯を持つ。 神奈川の建築物百選に指定されており、建て替えや改築が禁止されている。国会議員、現役や一部上場企業社長、現役を務める卒業生の数は、全国の高校で最多であるとされる。慶応義塾普通部から、大半の入学者、約240名。慶応義塾中等部男子から、大半の入学者、約130名。 外部の中学校からの入学者、約370名から構成される。そのため一学年の人数が700名を超す、バンモス校であり、一学年のクラス数は A 組から R 組の18クラス、生徒総数は約2200人である。内部進学者と外部進学者との間では、高等学校第一学年から混合して、クラスを編成する。 慶応義塾の一貫教育校であり、卒業すれば全員が慶應義塾大学に推薦入学できる。ただし学部ごとに成績のボーダーラインが決まっており、医学部に入学するには上位20名程度の高い成績が必要なる。慶應義塾では大学と共に独立した一組織という位置づけとなっている。実際には90%以上の卒業生が境内へ進学しており、 事実上は大学を中心とした付属校とも言える。制服は男子校の伝統でもある金ぼったん5個仕様の黒詰め医学生服。学帽も制定されているが、現在は自由化されている。名分化された校則はほとんどない。しかし、トイレで同個室に複数人で入ると定額処罰される喫煙防止が目的、通称ワンボックス。 カーディガン禁止、英国紳士は自宅でしかカーディガンを着ないという理由なども言われるが、教員デザイ正確には分かっていないなど、ユニークな校則もある。慶応義塾大学日吉キャンパス内において他の大学施設と一体化しており、高校独自の校門が存在しない。広大な高地にアメリカンフットボール場、体育館、バレーボールコート場、南側グラウンド、日吉街道、 柔道場を有している。運動場の下には地下号が現存しており、戦時中には連合艦隊司令部、会場護衛装司令部が置かれていた。現在月1回程度、地下号見学会が行われ、学会社にも公開されている。学職も設置されている。高校の図書室だけで10万冊の蔵書がある。天体望遠鏡。 プラネタリウム、風光の振り子といった設備もある。慶応義塾高校の学生賞で、大学図書館、メディアセンターに入館できる。また、大学生協や学生食堂といった大学の他の施設を利用することもできる。校長は、慶応義塾大学高等学校教諭の古田剛。授業は1日6時限、1時限50分で週5日制。8時20分から、 授業開始、終了は14時50分である。HR は木曜日の7時間目にある。2年次より第2外国語、3年次より選択教科目が導入されている。3年次に卒業研究、大半の講座は論文形式が卒業の要件として義務付けられている。2003年から2008年まで文部科学省指定の スーパーサイエンスハイスクールに指定されていた。慶応義塾では水泳が大学野小中で重視されているが、高校では水泳の授業はない。プールは部活動施設として利用されている。高校受験における募集枠は一般約330名、推薦40名である。卒業生のほとんどが境内に推薦入学する。 六大学野球喜び早戦が行われるとき、喜び早戦が一勝一敗で月曜日後に持ち越しとなった際には、決着がつくまで休校となる。現在は、カリキュラム変更に伴い、優勝がかかった場合のみ、休校など、独自の文化に根差した運営を行っている。慶応義塾塾歌とは別に、高等学校独自の校歌、慶応義塾高等学校の歌が存在する。 しかし、その効果が実際に歌われることは一切なく、歌詞やメロディーは愚か、その存在すら知らない者も,もいるとされる。また、野球の試合、県大会や甲子園で塾校が対戦校に勝利した際は、塾家が慶応義塾高校校歌として歌われる。日吉祭、文化祭は毎年11月に行われる。予算は億単位である。 来場者数は2日間で1万人を超えることもある。全校的学外活動としては、一般の修学旅行にあたる選択旅行がある。選択旅行に参加しないと卒業できない。部活動は体育系、文化系とも数も参加者も多い。野球部、探偵、棒ト部、ラグビー部、映画部といったクラブだけでなく、高校では珍しい自動車部や航空部、 慶応義塾ならではの福沢研究会といった特色ある部が存在する。その反面、ブリーンゼロという状態が続く部も少数ながら存在する。1888年総部の三田ベースボールクラブを起源とする。1948年の高等学校開設と共に高等学校野球部となり現在に至る。旧制時代は慶応義塾普通部と 慶応義塾小高学校が別にあり、選手権大会内し選抜大会にはいずれかの野球部が出場していたため、現在の高等学校野球部としては、給料校の出場回数を合算した上での出場回数となっている。また、高校野球の応援席で男子校としては珍しく、慶応義塾女子高等学校のチアガールも受け入れられている。部君は、エンジョイベースボール。 自由かつのびのびと野球を楽しむことを日頃から重視している。坊主頭でない部員も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。